今回のバトルでは各社の速さをきっちりと見るため、グリッドはベストタイム順とした。最後尾はベスも初登場。今回は初めてということで多少は緊張してるんですけど、エースになると分かりませんので、先輩たちに負けないように、頑張ります。肉のゲンバラには、お久しぶりです。ゲンバラですけど、ゲンバラっていうイメージからするよりも、派手なイメージがあったんですけど、すごくまともな、ちゃんとポルシェしてまして、さっきとの速さ云々よりもやっぱりストリートですごく気持ちよく走れる車だと思います。500馬力に勝って4番手、久しぶり NSX タイプ R で不満なんだよね。ここ4番目って、俺はポールにつく予定だったんだけども、ちょっと朝ね若干オーバーステアだったんで、ちょっとウィングリアウィング立ってたから、バランスは多分いいと思うんだけども、このポジションだとストレート速いから、抜けないと思うけども、できるだけ前の高い車についていきたいなと、そう思ってます。エントリーカー中パワースペックナンバーワン、またまた登場、ランボルギーニ担当です。今回はムルシエラゴ、ムルシエラゴって知ってる？コウモリって言うんだからね、イタリア語で。朝から走っちゃいけないんだからね。500馬力オーバーですが、2トン近いボディがあるんで、でも結構フットワーク良さそうなんで、強豪相手に楽しんできます。最速911の意地を見せられるか。去年この車がデビューしてからですね、ずっともうテストしたくて探し求めてたんですけども、ついにチャンスがやってきたっていう感じです。996の GT2、しかもこの車はですね、ニュールを7分45秒で走る車なんですけども、今回日本で初めてのそのカーボンセラミックブレーキね、BCCB が初めて装着された1台なんで、ぜひ性能を出したいと思います。ポールはただ1台の38秒台。 F50 です。ベスもやっててよかったっていう瞬間ですね、こういう車乗るときは。もちろんね、今回スゴーということで、この車のストレートの速さもバンバン見れるんじゃないかなと。コーナリングもね、結構ねいいんですよ。トルクもあるしね、だから結構ね、これ真面目に乗りやすいぞっていう車の一つで、ちょっと見ててください、その辺。今回はクラッチの負担を減らし、適正なタイヤ温度を維持するためローリングスタートを採用。またキャスター全員と相談の上、衝撃の大きな S 字の縁石には乗らないこととした。最終コーナーから姿を現した6台、3周のドリームバトルスタート。500馬力炸裂のゲンバラ、一気に2台をパス。 NSX もブレーキングでムルシエラゴに並んだ。それではリプレイ。両側から挟まれたタクちゃんは、危ないよ皆さん。タクちゃんの言う通り、ほんと今日は安全にお願いしますよ、ガンさん。は順当、立ち上がりでオーバーステアをねじ伏せたガンさん NSX が500馬力オーバーの2台を従えて3番手に。ゆっくりゆっくりゆっくり、一周目はゆっくりね。ガンさんに見えるのは F50 のテールだけ、乗ってはいけない縁石は見えてません。トップはバックストレートへ。ゲンバラとランボルギーニの横位置ですかよ、この高い車2台が。幅広いんだからさ。アンダーステアか、フルスロットルは直線になってからのゲンバラ。うわ、ストレートあんなに速いのが多かったな。180秒から240秒までのスピードが上がった。もうすごいね。全然直線で追い抜かれる。NA で1520キロと意外に重い彼ら 4S は直線が苦手。ここで5位のカツラゲンバラ、カツヤムルシエラゴをぴったりマーク、パスできるか。空転しちゃうね、ナイリンが。
さあ最終コーナー、 10% の上り坂にはエンジン、特にトルクが効いてくるはず。お、まっすぐ速いぞ。ニュルブルクリンク7分45秒の実力を持つ GT2 でも直線加速で F50 に届かない。さすが500馬力オーバー、もうぐいぐい近づく。インフィールドでの差をあっという間に直線で取り戻す恐るべしムルシエラも。減速コーナーは結構曲がるんだけどな。あれら 4S のライバル NSX はインフィールドで速い。あんなに速くいくと A 席乗っちゃダメって言ったでしょお父さん。あー悪夜が来てるか。コーナーは速いな。俺の下に追いつくんだけどな。 GT2 のエンジンはドライ散布化され、クランクケースに GT1 の技術が使用されている。F50 との差がつき始めた GT2 に対し、ムルシエラゴは NSX を追い詰める。さすがにブレーキは NSX に負けるな。だけど NSXR といい勝負できるってすごいね。そう、トップ F50 についていっている GT2、NSX、ムルシエラゴ、ゲンバラはどれもすごい。この辺をもうちょっとガスアウト攻めたい感じですけどね。さあ、いよいよファイナルラップ。軽さとバランスの NSX が得意のブレーキングで追いしがる。再び3番手に浮上。縁石に乗れるのも地上高の高い NSX の特権か。ここがね、後ろのブレーキの場所入ってくとケツがちょっと動いちゃいそうですね。とかなんとか言いながらストレート加速は第一の F50。 各社の感覚も徐々に開いてきた。まっすぐ番長だなぁ。でもブレーキ速いのよね、車重いから。もうブレーキジャバ出てるし、コーナーのこのね、エーペックスあたりがね、やっぱり車の重さだよね。汚れちゃうよね、車の重さが。これ全部リアに来ちゃってるよね。デビューから7年、F50 のライバル不在ともいえるパフォーマンスに脱帽。パーシャルで踏めない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 。コントロール前の前に逃げんじゃねえかこれ。うわー、たくやできた。ブルシエラゴは3コーナーのミスをストレートで取り戻し、タイムでチェッカー。5位のゲンバラもストリートユースというコンセプトを考えれば十分な速さを見せた。